すごいな。宮崎は暑い。暖かい。だったんだね。こっちもすごいけど。3番乗りは日南線南郷行きの特急ですが、海幸山幸1号到着です。すごいな。途中の帯駅には11時14分、終点南郷駅には11時45分の到着です。旅のお手伝いをさせていただきます運転士は梅田、客室乗務員は吉田、浦原です。安全運転とご案内に努めます。この列車はゆったりとした開放的な空間で、車内のシートやインテリアは地元名産の帯杉をふんだんに使用し、ぬくもりと安らぎを感じさせてくれます。リラックスしながら車内でのひとときをお楽しみください。 Thank you for using this JR 九州 train. We will arrive at 青島 station shortly. Thank you.あれがね、青島ですね。橋を渡っていくと、ちょっと青島もおしゃれになっちゃって、おお、サラッサラですね。ふわふわだね。いや、海です。そして青島です。宮崎は暑い。暖かい。いや、12月の末ですよ。めちゃくちゃ暖かいですね。あの橋をね、渡ってからね、あの中に、青島の青島神社とかいろいろ一周外もぐるっと回ることができてですね、僕も何回かこう行ったことがありますね。いや、非常に海も綺麗で、奥にね、鬼の洗濯岩ってのがあってですね、岩がこう波打ってる場所があるんですよ。ここもまた宮崎の観光スポットといったところでございます。鬼の洗濯岩ですね。鬼が洗濯にしに来るみたいな感じの、これも自然の波の力でこのような洗濯板のような仕上がりに
なったらしいです。水きれいです、素晴らしい。この辺は貝殻がいっぱい、貝殻の砕けた細かいやつとか、いや大迫力。鬼の洗濯岩でございます。こんな感じなんですね。今12月ですよ。1月の手前ですよ。暑い。あったかいですね。さっきミツバチいましたしね。いやー、改札パスもタッチする場所も券売機も、そして駅員さんすらいません。これ乗って券を買うパターンですかね。まさに無人駅。うん、渡るんですね。気をつけて渡りましょう。チキン南蛮、チキン南蛮です。
これ匂い香りのためにリンゴは各タクシー、隠しタクシーで、うちのタクシー。そうなんだ、今すごい不思議に思っちゃった。サメセルなら昼食べるか。あ、なんかね、あればね。結構歩き出があるかいね。うん。俺も昔行っただけで、あんま覚えてないからね。うん、小さい頃に行ったよね。あそこにもライダーたちが総勢、すごい集まりよ。寒いのよ、走るね。すごいね。いや、考えられんけど。寒いよ。よっぽど好きじゃないと、ライブもないよ。なんかやっぱ年末年始で空いてるからみたいなのもあるかもしれないよ、もしかしたら。どう休みやから、確かにあれば、うん、日が出てきました。あ、本当だ。いや、これまた今日も気温が上がるかもしれない、また。いや、また海がいい色してるね。怖いっすね。
あ、石を置いてんだ、町長は。なんか木っぽいと思う。あ、木？石じゃん。石じゃ石。石で書いてあったんだ。ゴミがいっぱいあったんだ。本当だ。ご利益的な。なんのご利益なんだろう。なるほど、石で作られて。うん。なんかすげえお金が挟んである。なんで？一本過ぎ。河原版みたいな感じだよね、なんか。トンネル。ああ、すごいトンネルだね。向こうに止めれば、だってここ。うん。お父さんが作った宇土神宮のところの階段が。持ってきた。ん？あ、まだ健在じゃん。未だ健在。あったあった。なんかかけてあるけど。ああ、雨だ、通れんじゃん。うん、通れんのかもしれないね。そうだね。この階段を、一時禁止になっちゃう。この階段を作られた。健在だけど、なんか通せんぼになってる。ね、向こうのお店がないもんね。うん、そういうことか。いやでも未だしっかりその場にあったね。ね、辰年ですから。はい、こちら運玉でございます。今からですね、この運玉5個をですね、あちらの穴に投げ入れることで願いが叶うと。で、男性はですね、左手で投げろという話らしいです。じゃあ今からね、ちょっと入るように投げてみたいと思います。よし、うまいところまで焼いたんですが、すべて弾かれてしまいました。いやすごい景色、釣りしてますね。でもあの釣り人たちどうやって行ったんだあそこに。